どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はフロストパンク地球上最後の都市建設やっていきたいと思います。で、有毒ガスがノーマルだから明日になれば低下するって書いてあるから、これで少し建設が進まずで工期が2日より早いと。で、機械工場がまだ建ってなくて、機械工場、鉄が足りない。鉄と蒸気核、違う、鉄がないだけ、鉄と木がないんだ。そうだ、それで前回木の伐採所を建てた。従業員がいない。どうやって割り振ろうかな。木も足りてないのか。食料もないし、従業員不足ね。ちょっと呼ぼうか。まずいなこれ。ここに10人、ここに5人でしょ。これ、鉄、いやー、鉄を少し5に減らして、木材に割り振ろう。あとはエンジニアだけか。よし、このまま、行ってみよう。ここも10人なのか。あ、でも10人、そうだな。木だから、必要だよな。これで、いいね、ストライキなく、なんとか進んでる。これで木が溜まったから、これなんでオフなんだ？これなんでなんだ？これの意味がちょっとわかんないな。石炭貯める場所がないから。そしてどうしてこれは建てれないの。木材60、違う、鉄60か。鉄60ね。あ、鉄60ね。まずいね、鉄60。減らしてちょっと増やす。何？労働組合。不正操作？不満が増加します。やる気が増加。不満は嫌だな。これかな。不正操作もやむを得ないでしょう。ちょっと木が多いから、木を減らして、全部鉄に送ろう。ここも人数が。少し足りないなぁ。輸送船来たからちょっと労働者を増やそう。で、漁船があるから食料は少しは持つと思うんだよな。ちょっと待って、この漁船って積みに下ろさないとダメなけ？そんなことないね。じゃあ問題ない。明日も大丈夫だね。 55% でしょ。2日早い。まあなんとかギリギリ終わるでしょう。機械工場、次は、なるほど、テクノロジーの研究か。今、鉄が余裕ないからな。鉄25使うわけにはいかないんだよな。
ああ、素晴らしいけどな。ちょっと余裕ないな。いや、余裕なくてもやらないとダメか。いや、でも鉄はダメだ。できないわ。無理無理。何？びっくりするんだけど。お、すごいすごい、順調。いいね。どうした？民衆に力？まあいいでしょう、減少しても多少は。完了、ジェネレーター完了して、あと鉄8だ。次の日かな。病人が増えてるね。病人が多すぎるな。救護施設はどうなってるの。介護施設いまいちだな。人材が余り出してるから、ここに割り振って鉄を重点的に集めよう。石炭もあるんだけどな、これ稼働してないってなるけど。いまいち意味がわからないな。果たして大丈夫なんだろうか。よし、機械工場の建設。そしてタワーポンプ、蒸気交換器10個、10個。ちょっとまずいな、これ。不満が増加、意欲が減少。まあ、意欲は下がるけど。なんか、法律か、団体交渉。いや、まだ焦るべきじゃないな。家なき子いないよね。いないね。いや、鉄が、これさ、鉄間に合わないんだけど、これどうやって取るんだ。俺の取り方がわからない。このペースだと間に合わないんじゃない。絶対間に合わないと思うんだが。これ結局積むのか。これ全くわかんないもんな。どうやったら到達できるんだ、ここに。道路でも作ればいい？ちょっと待って。いや、届かないよな。漁船とか？あ、なんか作れる無効な建設。これ漁船じゃないのか。何を建てる場所なんだ？収集所？ドック？違うの？積み替え所？違う。収集所。あー。いや、ここに建てたところで、これ取れるのか？これで。どうしよう、収集所。でもこれ作ってみないことには。15木材でしょ。木材余ってるから、ちょっとチャレンジ。意味ないのかな。これ怖いな。
不満がまずいな。何？ああ、危険レベルだった？まあ、そんなに今稼働してないからね。これで鉄取れる？道路がないって言われてる。道路も作るか。なんか取れるような気はしないんだけど。いける？これで。いいよ、帰ってあげて、ロンドンに。食料も大丈夫だし、鉄だね。あとは道路ができれば。待機中、ちょっと待って、どこ行けばいい？こっちは行ったからこっちだね。いや、この手作ったら本当にいけるのか、これ。ないって言われてる。これどこやってここに行くんだ。橋とかないとダメなのかな。まあでもいいか、ここまでの道がなかったから。早くなったから。いいことにしよう。そして食料を取る。いや、え？どうして、どうしてストライキ？なんで？嘘でしょ。召喚。閉鎖はしません。交渉、交渉しないとダメか。すぐ問題言うな。食料、はい。それでは、まあ、前回よりは進んでるけど鉄が足りなくて、もしかしたら期日までに間に合わない可能性が高い。この取り方がわからない。 DLC だからかな。 DLC でもこのやり方は説明ぐらいはちょっと出してほしいなと思う今日このことです。はい、それでは本日はこの辺でフロストパンク終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオス、アミゴス。またね。